はい、どうもこんにちは、フーガーです。今回もバトライドやっていきます。今回はね、ついにハートロイミュートさんが来るので、まあドライブを使ってくださいというコメントもありましたが、もちろん使うつもりでした、以前からね。はい、まあここはどうでしょう、やっぱフォーゼ使おうかな。そんなになんか、まあいいか、フォーゼそんなに使えないんですよねそんなに使えないんですよ、実際。はい、まあドライバー結構やってんで、脳細胞、トップギアです。結構いけると思いますよ、もう余裕でちゃちゃっとやっちゃいますよ。まあケージライダーつながりということで、サポートキャラには G3 入れてみたいと思います。すげえ似合うなもうどっちもやっぱ中の人がケージだから、なんか似合っちゃうんだよな。はい、じゃあやっていきます。パトロイミュートさん、いやー、どんな攻撃してくんだろうな、楽しみだな。重加速現象どんより起こしてくるとかまあそんなことはあったら面白いですけど、やっぱ機械的なことが、お勤めご苦労様です。お、特別な掛け合い。小室さん、サポートお願いします。無視泊まり巡査無視です。はい、あ、こういう時はワイルドのこれですねだいぶ気持ちいいですよこれ。お、お前敵で出るんかい。おい、ダウンロードコンテンツやろまあいいけどさ、マジか、一人で行くのか。だいぶ力入ってんな、ドライブ。ドライブだけ優遇されすぎじゃないか。いけ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 。残念だよチェイス、お前は友達だと思っていたのに。ああそうだな、お肉お肉。よし、ほらほら、マッハも来た。はい、到着です。なんだろう、え、まさかお前が敵に回るとかねえな、はぁ、仮面ライダーマッハー、イエイ、オッケー。お前なんでお前が敵に回るの。そっちが来るならこっちも容赦。ドライブだぞ、新兄さんだぞいや、よくわからんな、このミッションの、なんだろう、ストーリーみたいな。じゃあ、オッケー。こいつで交換。悪いけど、あんた倒すよ。一緒に回りましょう。オッケー。熱く行くぜ。わー、よいしょ。オッケー、決まりました。はい、おー、やってんね、かっこいいな後ろ姿。後ろ姿で見ることそんなんなかったからな。よし、来た。狭いとこで戦ってたんだなおお、俺も混ぜてくれ。 V シネバーおめでとうございます V シネマ、仮面ライダーハートって出てましたから、しかもその商品が出るんですよ、デラックスハートロンでしたっけ、あれが出るんで、ちょっとこの人も仮面ライダーになっちゃうのかって思っちゃいますけどねまさかお前が仮面ライダーになるんかいと、タイトルだけかと思ったんですけど、まあ怪人、お、何これ、やばい、動きが鈍い。ちょっと待て、ここはデッドヒートになると、ああ、ちょっと待て、なんでスローモーションになったんだろう。無理をするな、そこでじっとしてて。どんより起こしたのかな、もしかして。マジで、ちょっと待ってみるか、どんより起こしてくれ体力戻っちゃったけど、あー、クソクソチェイサーお前攻撃するか、ちょっと勝手に逃げちゃった。人間のくせにしぶといな。終わっちゃったし。お前たちを見くびっていたよ。完全に倒すんじゃないんかい。対象確保だ。まあでもハートさんはどんより起こせるってことで、まあ効果さすもハイパークロックアップができて、
僕がこっちスローモーションになる時あるんですけど、まあ、それより結構時間が長かったんで、でもやられる側の気持ちも味わってみたかったって言ったらあれですけど、でもなんか新鮮というか楽しかったですね、どんより受ける側としてね。はい、ガオさん、ガオさんは出てきたかな、なんだろう、ボーナスステージで出たかな。はい、あれ、超進化の先に何を求めるか、まさかの二部構成でした、すいません。じゃあ引き続きやっていきたいと思いますんで、はい、じゃあ次はチェイサー使ってみたいと思います。まあ使ってみたいと思いますって言っても使いましたからね。お前に協力しよう、チェイス、またお前と一緒に。やっぱ特別な掛け合いがあるのいいですね。来た、まあ2回も見ないですよ。ここまで来たからには来た、どんよりだ、おお楽しい。行っていいよ、やばい、あーくそ。これがやられる側の気持ちか。いやでももう一回やってほしいな、ちょっともうちょっとやられたいな、やられたいってなんかおかしいかな、勘違いされる。よいしょ、いつもこっちが兜とか使ってるとスローモーションにする側なんで。来た、あ、ちょっとライダーキックがスローモーションで見れるの面白かった、ライダーキックドカーン。いやいいね、ちょっとさっきと違って連発してくれるから。よいしょよいしょ、逃がさん、よいしょ、お客さんの心を熱くしてくれ、ほら、あーくそ、ん、来た、おお、俺の心が極まった、もう意外と早いね、なに、ハートロイメイド超進化体、うわーマジか、ほんとドライブ優遇されてんだ、うわーやばい、すげえかっけえ。うわ、何かっこいいな、うわー強え、ほら、何、うわやべ、ほら食らってねえし、消えたし、うん、あそこに逃げたのか。そんな高いとこでもない、うおー怖え、死に神、いけ、いや間違えちゃった、オッケー、ガードはこれでやばい、うわドライブの色がおかしい。なんかあれだ、ハイスピードになってる、ほらよいしょ、オッケー、やっと攻撃できる、よいしょ、ほらまさか超進化体するとはな、怪人で2つ形態があるってすげえ羨ましいよな、羨ましいんですけど、まあナスカもありましたからね。うわーやばいやばい、ちょっとやばいやばい、本当にやべえ、よいしょ、やばい、あーくそ。はい、はい。はい、再挑戦で。ドライブで再挑戦します。結構てか最後まで言ってましたけどね、友達やばい、ちょっとやばいな、ちょっと今までのボスで一番強いかもしれない、下手したら、ほら蹴り飛ばして倒すという、おっしゃ、はい、クリアです、うわ D ランク。マジかよ、これで D ランクなのか、お、味方能力アップ、あーやっぱ友達効果で。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。まさかのハートさんが2つ用意されているということで、まあこっちも用意されてんのかな、リブラは他の携帯があったかな、なかった気がするんだけど、まあ後ろにね院長がいるんでどうなんでしょうね。はい、まあ次回はフォーゼ使っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではまあ一応これでこれクリアしたらサブライダーが全部解放されるパターンだと思います、前回の流れを見るとね、はい、前回までというか前章までのね、はい、ということでまあ次回はフォーゼ使ってリブラ倒してみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました、また明日。